家庭型体験活動紹介チャンネル体験ちゃん。はい、皆さんこんにちは、ロンです。ハッチです。ミキです。家庭型体験活動紹介チャンネル体験ちゃん。体験ちゃんではお家で家族と一緒に簡単にチャレンジできる体験や遊びを紹介しています。マスはっ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 今日は4人で、作曲家になって音楽を作ろうの時に登場してくれたユキ、それから初登場マンタ、この4名でやりたいと思います。ただいま。おかえり。いや、あなたおかえりじゃないから。あ、そういうことでしょ。はい、さーい、マンタです。よろしくお願いします。はい、さーいってことなんですかね。沖縄からやってきたってことですかね。そうです。はい、なるほど。ということで、今日ちょっと賑やかそうな感じが、まあ、予感しかしないんですけど、ね、この4名で、はい、やっていきましょうね。ノーさん、え、なんすか、どうしちゃったんですか。何が、あ、どこに行っちゃったんですか。あ、おぉー。あれなんで。それがですね、今日はちょっと訳あって、この後紹介する体験遊びに関係して、泣く泣く青を脱ぎ捨ててきたんですよね。そうなんですね。はい。まあ、なので、今回はね、緑と赤のこのクリスマスカラーで、まあ、クリスマス企画ではないんですけど、ないんだけども、やっていこうと、はい、思います。タッチ、ごめん。あ、なんですか。ごめんなさい。実はちょっと謝らないといけないことがある。どうしたんですか。前々回、リュックと一緒にキレをやった回に、スポーツの秋でしょ、じゃあスポーツの企画考えてよってタッチ言ってたのに、気づいたらもう12月になっちゃいました。スポーツの冬になっちゃいました。やばね、最近めっきり、はい、すっかりゆっかり冷え込んできたので、はい、うっかり体を温めて、いきましょう、ポカポカさせましょうと。そうですね、はい、スポーツ、体験ちゃんでやるスポーツですよ。はい、また何でしょう。もちろん体験ちゃんでやるスポーツ、モルク。モルクではありません。4人でやるやつ。ははは、4人でやるやつ。わ、はい、かりました。はっ、琉球空手。琉球空手はいいけど一人でもできるんじゃないの。琉球空手でもありません。はい。まあ一呼吸してもらったところ大変恐縮なんですけども、はい、今日は、はい、スパイクボールというスポーツをしたいと思います。スパイクボール。息の合ったボケでね。、はい、スパイクボール、何のスポーツか分かんないですよね。簡単に言ったら4人制バレーボールです。スパイボール、はい、2対2に分かれてバレーボールしましょうということで、今日はこの緑赤の分かりやすくするために色を分けてきたということなんですね。まあ、スパイクボール、アメリカ発祥の最近流行り出してきているお気軽スポーツなので、この体験チャンネルもぜひやって、ここを機にですね、日本全国子どもたち青少年に普及して、はい、もう日本全国でスパイクボールバンバンやってもらおうと思って、その思いで今日は用意してきましたので、もう実際外に出ていきませんか。イエーイ、よし、行きましょう。じゃあ行きます。外に行きましょう。せーの、わー、よし、ということで、はい、微動だにしてね、どうしたんですか。気合い入りすぎじゃない。何、ね、いや、アメリカ発祥って聞いたんで、はい、アメリカ発祥だと半袖短パンになる。12月も半袖短パンで。あ、めっちゃ面白い。じゃあ、まあ、半袖短パンで頑張ってもらうということで、はい、いいですか、説明して、スパイクボールの。あ、どうぞ。はい、さっきもちょろっと言ったんですけど、スパイクボールは、はい、まあ、簡単に言ったら2対2の4人制のバレーボールです。お家でも簡単にできるということで、今回はお家にある何でもいいですボールを用意してもらうのと、あと本当のスパイクボールは専用のフラフープサイズのネットがあるんですけども、このネットはどの家庭にもあるものではないので、今回はお家にあるボールとフラフープ、よいしょ、フラフープですね、使ってスパイクボールやりたいと思います。で、フラフープもないよっていう人は地面にチョークかなんかでちょっと円を描くというようなことでもできると思いますので、そういったことでぜひやってみてほしいな。で、ルールを、説明しますね、はい、で、スパイクボールのルールは2対2に分かれますね、まあ、なので今日はこのポロシャツ、緑対赤ですね。4人でこの円を囲んでもらいます、はい、囲んでもらってサーブを打ってこの円の中に打ちつけると。で、3回以内に相手チームに返すという、本当にバレーボールのコートの向こうじゃなくてこの円の中めがけて打っていくと。で、使えるのは基本片手だけ。
はい、でサーブを打った後は基本360度円の周りどこ移動してもいいんだけども、相手の動きを妨害したり円の中に打ち付けられなかったり、落としてしまったりすると相手に得点が入ります。で得点が11点今日はやります。あのアメリカの中で公式戦ではもう21点とかやったりするんですけども、今日は11点マッチで決着がつくまでやりたいなというふうに思います。タッチ大丈夫？いやもう二方が強そう、はい、見るからになので、あの今日は絶対チーム体験者負けないように、負けないように、はい、そうですね、はい、頑張っていきたいなと思いますけど、はい、はい、じゃあ早速あの本番やっていきましょう。おっ、あーおはい、じゃあ早速やっていきましょう。2対2なので、同じチームの人が対面に来るように、赤が対面、緑が対面に来るように、スタートをします。サーブ権決めましょう。じゃあ、タチユキ、じゃんけんしてください。最初はグルー、じゃんけんぽい。はい、行こうでしょ。はい、じゃあ緑チームのサーブです。で、サーブは1回1回ぐるーっと回っていきます。緑赤と。で、点数はね、数えながらやっていきたいと思います。で、サーブを打つときは、宙に浮かせたボールを打つと。相手チームは3回以内にこの中に返すということですね。はい。はい、では、チーム何？アメリカン。チームアメリカン。チームアメリカン。よーし。チーム体験者でチームアメリカン。スパイクボール、11点マッチ。スタートです。いやー、よしよし、いざ行くぞ。ゴー、俺、はい、タッチ、はい、タッチ、やめた、あ、ビビビビビビビ、ボールは片手ですね。はい、ミドルチーム行って、イエーイ、はい、タッチサーブ、はい、ちょっと、行きますよ、はい、待った、はい、よっしゃー、イエーイ、イエーイ、2対0。上げて打つ。はい。ほい。ほい。ほい。あ、ほい。あー。イエーイ。3対0。3対0。いきます。ほい。よっ。イエーイ。4対0。出た、アウト、5対0。はい、なんか技使いに始めた。6対0ね。どうしよう、6対0。ちょっと大丈夫、頑張るよ。いや、本当に本当に負けない負けない。はっ、うまい。7対0。いきます。はい、タッチ。やっと1点。はい、タッチ。ダメなんだわこれ。8対2。8対2。はい。はっ。入った。今。入った。分かんない。入った。分かんない。分かんない。あのね、審議の時はみんなで相談をして決まんなかったらもう一回やり直すっていう。もう一回だけ。8対2か。8対2か。はい。いい勝負になってきた。よし、いいよし。息切れてる。ちょっと整えるの。整えます。10対6。よし、マッチポイント。はい、行きます。はい、行きます。わあ。第1試合、チーム体験チャレンジ対、はい、チームアメリカン、はい、11対6、チームアメリカン
勝利。イエーイ。はい、やさ。じゃあ第2回戦、1回戦目はねチームアメリカの勝利だったので、いや本当にぜひ体験者チーム勝たないと、勝ちましょう。体験者応援してる皆さんに申し訳ない。さっき緑チーム先行だったので、はい、今度は赤チーム先行でいきましょうね。はい、ではいきますよ。はい、よっ、ファンタ。はい、いきます。ファンタ。イエーイ。5対3。はい。はい。うわあ！ミラクル。今のシーンを見てみましょう。5対4。5対4。よしよし。8対4。確かに強い。勝利でした。イエーイ。はい、それではスパイクボールいかがだったでしょうか。すごい、もうどこでもこのボールと輪っか、しかもチョークで書いてもいいんだよね。ああ、どこでもできる、すごいやりやすいスポーツ。ああ、楽しかったですか。この、わかるかな、汗だく。めっちゃ楽しかったです。まあ、勝ったからだろうね、楽しかったからね。ねえ。ユッキーは？いや、私もめっちゃ楽しくって、でも4人とかで少人数でできるスポーツだから、いや、もうどこでもできてめっちゃいいなって思いました。いや、確かにね、家族ね、親子でね、お父さんチーム、お母さんチームとか、2-2とかでできるしね、これは確かに家族単位でできるかなっていうふうに。はい、タッチ。いや、もうね、体験ちゃん、お家で簡単にできるだから、はいはい、もう物が少なくていいのは体験ちゃんらしいですよね。らしいですね。はい、はい、まあリベンジしようね。はい、ね、悔しい、本当に悔しい。胸の中でよ。さんどうでした。いや、もう本当にね、やっぱ体動かすのはいいですよね。なんかなかなかコロナでこういう外で思いっきり動くっていうことがしにくいような状況の中でも、この小さなスペースで少人数で物も少なくて簡単にできるっていう、このスパイクボール、本来は専用のネット、専用のボール使ってやるんですけども、そんななくても大丈夫。スパイクボールをぜひ楽しんでもらえたらなというふうに思います。はい、それじゃあですね、このスパイクボールの動画、感想だったり、またこんなことにチャレンジをしてほしいだとか、こんな体験見てみたいということがあれば、ぜひコメント欄にお願いします。はい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。バイバーイ。今度必ずリベンジします。練習してきてね。待ってます。